こんにちは、ゆかです。こんにちは、たけしです。今日は iOS14 のアップデートについて、はい、ちょっと2人で話しつつ、はい、紹介していこうかなと思います。今回はなんと2カメ体制いいですね。いいでしょう。これがやりたかったんですよ、私は、はいはい、ついに実現しましたけど、はい、iOS14 アップデートしましたか？しました。今お使いの iPhone は？iPhone XS、うん、でアップデートしたと。アップデートしました。特に問題なしですか？まあ、ちょっとあのアップストアのアップデートがうまくいかなかったみたいなのあったけど。ああ、直った。もう直った。はい、はい、のでもう特に問題なしです。このチャンネル見てくれてる方、結構あのポッドキャストのリビルドのファンの方もいらっしゃると思うんですけど、たけしさんもリビルド出たことあるということで。はい、すごい前に。その時にすごい前だよね、2年前ぐらい、うん、2年前、まあ、2年前ぐらいかな。その時に話してた話題がもうホームスクリーンですよね、うん、そう、ホームスクリーン。もうたけしといえばホームスクリーンみたいな感じのブランディングになりつつありますけどはい、気持ち悪いっていう噂ホームスクリーンへ異常な愛を持って管理しているたけしさん、はい、そして異常にどうでもよく超適当に運用している私なるほど。ということで、はい、ちょっとどんな感じで今までホームスクリーン整理してたんですか？僕はですね、まあ、2つの画面で運用してるんですけど、その第1画面目が、1群、うん、下の部分はまあメール、うん、まあ、これ Gmail なんだけど、まあ、カメラ、マップ、今はちょっとマップスを試してみるんだけど、うん、普通はまあ Google マップスを使ってたりしますね、うん、で Safari、まあ、これを結構普通かな、はい、まあ、あと1群スマートニュースだったりとか、うん、まあ、インスタ、ツイッター、スワック、うん、リフト、まあ、いろいろありますけど、うん、まあ、2年前ぐらいにリビルドで紹介したのとちょっと違うのは、色であの列をちょっと作ってみてます、はい、左の列がちょっと赤目、ちょっと白黒、灰色で緑、カラフルで青みたいなね2画面目がですね、2群ですね。でこれこんな感じで、ちょっとこれが気持ち悪いってよく言われるんですけどカテゴリー別に自分でそのアプリを管理して、そこに入れていくっていうのをこんな感じで運用してました。そうですね、はい、私はですね、もうこういうことやらない。やらない。あのダウンロードしたらどんどん後ろに追加されて、はい、あの結構アプリとか試すので、もうねページが8枚ぐらいになってました。もうめちゃくちゃじゃん。めっちゃいっぱいあって、どこに何があるって分かんなくなる。どこに何があるか分からないから、うん、もうあの検索です。検索、はい、あのアプリ使いたいなって思ったら、うん、このスワイプしてこの検索でアプリの名前を検索してやってました。なるほど。 iOS14 から入ったアップライブラリー、はい、これはねもうありがたい。ありがたい。ありがたいけど、もうここにも行かないと思う、多分。そこにも行かない、ま、ずっとここに言い続けると思うんだけど、でもアプリの名前忘れるじゃないですか。そうだよね。だからそういう時にこれがすごいありがたいなと思って、なんかあのレストラン検索するやつなんだっけとか思ったら、ここのイエルプだみたいな、はいはい、とかね、画像を加工するやつとか動画作るやつとか新しいのよく試すから、うん、クリエイティビティ関係ね、めっちゃある。すげえある。そう、この辺もう名前覚えられませんから、はい、ここで なんだっけなとか、まあ、なんかちょっとダウンロードしたけどあんま使ってないやつなんかあったかなみたいな感じで、ここから使うことになるのかなと思います、うん、このカテゴリーってなんかなんとなくそのアップストアのカテゴリーで決まってるような気がしてたんだけど、例えばツイッターとかはニュースカテゴリーなんだけど、うん、これ SNS でカテゴライズされてるし、なんかその他になんかいろいろ入ってたりするんだよね。なんかね勝手にやられちゃうんだよね、うん、でこれ自分で動かせないよね。動かせないんじゃないかなと思ってて、動かせない。このホーム画面に持ってくることはできるけど、あ、ちょっといや、あなんか大変なことになってます。大変なことになってしまった。そう、だからこの中で多分できないと思うんだよね、うん、だから、まあ、勝手にシリさんかわかんないですけど、誰かが誰かが分類したやつになっちゃってますけど、うん、でもこれにするの大変だったんじゃない？あ、そう、それで8枚あったから、うん、全部消したんですよ、ほぼ。お、何もないところを長押しすると、うん、このグラグラモードになるので、うん、グラグラモードになったらこのマイナスのところを押すと、アプリ自体を削除しちゃうか、ただアップライブラリーに移動させて、うん、
アプリは存在してるけどこのホーム画面から取り除くみたいなことが選べるので、これを1個ずつやってたんですよ。うん、大変。マジ大変。もう本当30分ぐらいかかったんですけど、うん、途中で気づいたんですよ。このここを通すとページごと隠せると。でここのチェックボックス今外してたんですけど、2枚目が実はあって、うん、ここまで減らしてから気づいたからこれだけ残してページを減らしたんですけど、これをオンにして完了ってやると2枚目が戻ってきて、でアップライブラリーみたいな感じできるので、あの私みたいにめっちゃページあった人はこの方法でとりあえずページをいっぱい隠した方がいいと思う。なるほど。そしたら一旦スッキリさせられて、場所が分かんないとか、うん、名前分かんないとか、ちょっともう一回戻りたいあの頃にみたいな感じになったらページを戻せばいいから、そんな感じでまずは始めてみるのがいいかなと思います。もうちょっと試してみようかなって思いましたけど、うん、うん、でも2枚目隠しちゃえばいいじゃん。2枚目隠しちゃおうかなと思ったけど、うん、今気づいたのが、うん、アップライブラリーには通知の数が表示されないですね、うん、あ、そう、確かに。なんで通知が来たかどうか分かんない。あの、もうそれはここで見るしかないね、通知センターで。でも通知センターも一回削除したら分かんなくなっちゃう、ね、確かに。それで分かんなくなるような通知はいらないんじゃないかな。そういうことですかね。はい、断捨離断捨離断捨離して生きていきましょうということでね、はい、次行っちゃって大丈夫ですか。はい、もう見えちゃってますけど iOS14 の最大の特徴、あ、はいはい、こちらのウィジェット、はい、ウィジェットです。これはもうなんか iOS14 って感じ、ね、iOS14 って感じの、うん、スクリーンになってますけど、グラグラにしてこの左上のプラスボタンを押すと、ここでウィジェットを追加できます。はいはいはい。でとりあえず今は Apple 純正のアプリが、うん、まあ、ほとんど全部対応していて、でこれから多分サードパーティーの他の会社が作ってるアプリも対応でき次第ここに載ってくると思うんですけど、うん、例えばこのスマートジムっていうアプリはあの Apple 製じゃないやつなんですけど、うん、ここに載ってて、あとは、ね、ほぼ私が持ってるアプリの中だと全部純正かなという感じなんですが、 SML、はい、で L サイズはアプリ9個分のスペースなんで、うん、すごい取っちゃう、ね、まあお好きなウィジェットを足せるんですけど、もう一つウィジェットの中で面白いのがあって、このカレンダーのやつ実はスタックっていうやつになってて、どんだけ自分、これはあの私が自分で設定したわけじゃなくて Siri が提案してる写真だから言っとくけど、自分の写真をいつでも見れるようにしてるわけじゃないからね。こういうふうにあの好きなアプリを紙を載せておいてるみたいな感じでスタックできるので、でこれも長押ししてスタックを編集ってやると、あの順番を変えたりとか、スマートローテーションっていうのはその今の状況に合わせて、あなたもしかしてマップ今必要じゃないですかみたいな感じでマップを上に出してくれたりとか、その状況に応じて変えてくれるってやつです。スタックを使うことで、あの、まあ、結構これ場所取るからね。これはアプリ8個、ね、あ、だからさっき9個分じゃないわ。えこれだって M サイズでしょ。これ M サイズが 4×2 だから8個分で、L サイズは 4×3 か、12個分のアプリのスペースを取るので、大変なことです。大変なことなので、あのこうやってまとめておくとね、うん、あのこの一つのところでいろんなアプリをこう入れておくことができるという感じです、はい、いいですね、はい、2つ目のぜひ試してほしいことは、うん、スペシャルオーディオです、はい、これはでもね、あ、 AirPods Pro 持ってる人だけになっちゃうんですけど、持ってます。 AirPods Pro 持ってます。 AirPods Pro を持ってる方はまず設定に行って、うん、1回つないだ方がいいかな。1回以上ちょっと進めましょう。それで Bluetooth のとこ行きます。 でこの i のインフォみたいなところに行くと、まあ、AirPods のいろんな設定ができるんですけど、うん、ここにちょっと下の方行ってもらうとバージョン番号があるので、この3から始まってる 3A283、うん、私2人ともなってますけど、このバージョンになってることをまず確認してください。まだなってない人はAirPods って強制的にアップデートできなくて勝手にやってくれるので、勝手にやってくれるまで待つ必要があるんですけど、とりあえずね、両方とも電源につないで近くに置いといてほっといたら、あのそのうちアップデートされるので、3から始まってない人はそうやってちょっと待ってください。アップデートされてこのバージョンになっている方はスペシャルオーディオが使えるようになってます。空間オーディオですね、はい、日本語で言うと、はい、スペシャルオーディオ、はい、
でこれがオンになってることを確認して、オンになってます。でこの機能を試してみるっていうのがあるんですけど、これちょっと分かりにくいけど、一応ステレオと空間オーディオの試せるけど、まあなんかこれはねちょっと違うなっていう感じぐらいですね。なんかちょっとベース聞いてんなみたいな感じ、うーんっつってね。そうで、まあね、対応してるビデオをオンにしておきますけど、一番試しやすいのはですね、多分 Apple TV なんですけど、Apple TV TV 開いていただいて、TV プラス入ってる方は、うん、TV プラスの番組だとほとんど対応してると思うんですが、そうモーニングショーとか対応してます、うん、このモーニングショーとか行くと、このトップページというかあの番組ページがあるんですけど、うん、ここであのドルビーアトモスに対応してるので、これが、うん、それがあるやつは空間オーディオが使えます。なるほど。もしくは再生している時にコントロールセンターを開いて、うん、この AirPods マークのところを長押しすると、あのここにね、そうメニューが出てきて、今ノイズコントロール中ですよっていうのと、空間オーディオオンになってますっていうのが出ます、うん、で、今多分ね再生止めちゃったんだけど、再生しながらやるとこのアニメーションが出てるので、ね、対応してる、かつこっちもオンになってますみたいな。ちょっとじゃあやってみようかな、はい、なんかこの辺で喋ってるような本当あ、ここで喋ってる、マジ顔がそこ全然違う感じで聞こえちゃう。そう、自分の頭の向きに対応して、うんうん、音の出方を変えてくれるっていうのが新しいよね。すごいなんか新しい体験だ。そう、なんかサラウンドとかだと 5.1 チャンネルとかよく言いますけど、うん、そういうのってこういう座ってるところの後ろとか横とか前とかに置いて、そこから出すやつがちょっとサラウンドになってますよって感じだけど、はい、なんかちょっと余韻がちょっとこう後ろにこう聞こえて、なんかガタガタとか後ろから聞こえたりする感じだよね、はい、あの AirPods でも、うん、すごい不思議な不思議な体験ですね。そう、スペシャルオーディオ対応してない作品とか動画でも、うん、あのこれをオンにしてると、ただただこのここから聞こえるんですよ。え、どこに行ってもどこに行ってもなんかここから聞こえる感じなの。はいはいはい。だから普通に最初なんかあのこれ繋がってないじゃんって思ってあれあやばいやべえ、接続切れちゃった、うるさかったかな、ごめんなさいみたいな感じになるんだけど、電車とかでね、ちょっとそうそうそう、電車でやると多分ビビると思う、うん、だけど繋がってるっていう。はい。でもそれはね、ちょっと必要な、このそのドルビーアトマスがやってないやつで、ただこの画面から聞こえるっていうのは、あんまり必要ないじゃないかなと思って普通にそのままでいいけどみたいな。確かに確かに。うん、だけどあの、対応してるやつはめっちゃすごい。うん、AirPods Pro 出たの、去年ぐらいだっけ、うんうん、このアップデートってさ、もう新しい製品ぐらいのアップデートだけど、ね、普通に無料で、できる無料で、しかもなんかもうなんか入ってるよみたいな、ね、そうそうそう、アップデートもね自分から能動的にしなくてもできるようになってたのがすごいなと思いました、はいはいはい、じゃあ AirPods そんな感じです。はい次はヘルスアプリに関するアップデートなんですけど、うんうん、ヘルスアプリの中の睡眠っていう新しい項目から、うん、スケジュールができるようになったんですよ。スケジュール設定できます、うん、自分の就寝時間と起床時間、私たち結構遅めのスケジュールで生きているので、はい1時半に寝て9時半に起きるっていう、はい、今8時間ちゃんと寝てね、そう一応なってて、まあ、ここで編集できるので、まあ、あの早寝早起きの人はこうやってやったりとか、うん、遅寝遅起きの人はこうやってやったりとかめっちゃ遅いですね、してできたりとか、まあ、この、ね、普通に帰れるんですけど、うんうん、これで設定すると、この時間になるとあの睡眠モードっていう画面になりまして、ちょっと1回じゃあこれ今の時間にやってみますか。こうやってなります。お休みモード。ちょっと見えるかな。暗いけど。お休みモードになって、まあアラーム、これ起床3時半とかになってるけど。こういう、ね、普段はね、こういう感じですごい明るいけど、ね。あ、そうそうそう。だからすごい暗くなって、でまあ、あのもう寝る時間ですよっていうこのベッドマークが出るからちょっとこう罪悪感が増すみたいな、うん、寝ないとっていう感じ。でもまあ閉じるってやったら普通に見れるという感じなんですけど、はい、こういうのが加わりました。で通知とかをサイレンスしてくれたりするので、この設定した時間には
通知に邪魔されたりしませんっていう感じです。うん、Apple Watch 持ってる方、Apple Watch も OS7 が出ました。うん、WatchOS7 にアップデートすると睡眠トラッキングができるようになります。うん、で私はちょっとベータ版から使ってたので2週間分ぐらいデータがあるんですけど、うん、こんな感じで勝手に睡眠トラッキングしてくれます。寝るときに寝るよとか起きたよとかポチってしなくても勝手に Apple Watch のモーションセンサーみたいなので、うん、こいつ寝てるなみたいなのをトラッキングしてくれて結構正確だよね、うん、これ朝緑のやつは寝てる時間ではない、多分眠りが浅いのと、まあ、寝っ転がってるけど寝てないみたいな、あ睡眠前の時間と夜途中多分レム睡眠ノンレム睡眠みたいなやつでちょっと薄いところがあるんですけど、うん、こんな感じでトラッキングしてくれて、で週の平均時間とか、うん、月の平均時間とかこうやって見せてくれたりします、はい、最近少ないんじゃないですかとか、はいはいはい、昨日よりも少ないですよとかいろいろやってくれて、心拍数もやってくれま す, いいす、ね、これ使うためにアップルウォッチを寝るときにつけなきゃいけなくなったので、うん充電がねちょっと心配なんですけど、うん、寝る前に充電がその朝まで持たないぐらいになってるとそれもお知らせしてくれます。それすごい便利、そうだから充電してくだしてから寝てくださいねみたいな感じで教えてくれるので、うん、朝起きたらトラッキングしてたつもりが途中で夜死んでたみたいなのがないので、うん、それもすごい便利だと思います、うん、便利そう。睡眠トラッキングアプリ使ってやってたよね。そうアプリ使ってやってるから一応ヘルスアプリにはいろいろ記録されていると思うんだけど、うん、でもこれが人生でできるようになるとね、そんなアプリ入れなくてもいいから、うん、いいですね。試す。はい。はい、みんなで試してみてください。はい。次はですね、はい、背面タップ。背面タップ。背面タップっていうのが新しく加わりました。うん。うん、どういうリアクション？設定のところから、はい、これはね、アクセシビリティのやつなんですよ。でタッチの中にあるんですが、一番下、うん、背面タップっていうのが新しく加わっています、うん、これをオンにするとダブルタップとトリプルタップに何かしらのショートカットを設定することができます、はいはい、で背面タップっていうのは、まあ、名前の通りこの背面をタップするんですけど、ただタップするだけでいい、別にボタンとかないもんね。そう、おお、私は今このモーメントのワイドカメラを24フレームで 4K で撮るみたいなダブルタップにして、ダブルタップにして、はい、で、あとトリプルタップにすると、うん、メッセージたけしです。なるほど。あ、今切ってるこうやって来てますね。来てます、はい、そんな感じで、まあすごい緊急時まだ帰るよとか、はいはい、タンタンタンってやるとここでメッセージ入ってきるので、うん、いちいちメッセージ行って何とかしてとかやんなくていいみたいな感じなんですけど、そのまま送ってくれるといいけどね。そうなの、ちょっとね、うん、アプリを一回開かなきゃいけないのでなあれなんですけど、これどうやってやったかっていうと、まあ、タップのにいろんなものを設定できるんですけど、うん、ショートカット入れることもできます、うん、ショートカットっていうのは皆さんあんま使ってないかもしれないんですけど、もうあんまり使ってないですね。そう、私もね使いこなせてないんですけど、このショートカットアプリっていうのが Apple から出てる純正のやつがあって、うん、これはねなんか本当にいろんなことができるんですけど、うん、ポモドーロをスタートとかね、あ、そうそうそう、フォーカスアプリのポモドーロタイマーをスタートとか、まあ、ここねギャラリーの中にいろいろおすすめショートカットみたいな提案してくれたりもするので、うん、まあ、こういうの使ったりとかして、で、まあ、たまたまちょっとiMessage のやつがあったのでこれをやってみたんですけど、はいはいはい、だ Facebook メッセンジャーのやつもあるの、ね、これでもね純正アプリじゃないからここは開くんだけど、たけしスレッドは開かないの。意味ないじゃん。そうなんかね違うの、これもうメッセージたけしって書いてあるけどできなかった。ああそういうこと。そう、なんかいろいろ試したりして、うん、ちょっといいやつを探していこうかなっていう感じなんですけど、はい、まあ、そんな感じで背面タップ使ってます。ああいいですね、はい、なのでもし何かいい活用方法あったら教えてください。ちょっと今これ仮で今日はやってますけど、なんかテキストたけしも仮でえ、なんかもうちょっといい方法があるかもしれないし、ああはい、だそうです、はい、何かね、はい、便利なショートカットあったら教えてください、はいはい、最後5つ目、もう1つ
小技というかあんまり私はすごい嬉しいけど、うん、万人受けじゃないかもしれないんですが、またこれ設定の中から、また設定、あともう一個、そうだ、もう一個、もう一個の、あのちょっと豆知識、豆多分知らないと思う、これ。お、もう長押しするとこの前の階層に戻れる。へえ、これは設定アプリだけ？設定アプリでしか知らないけど、へえ、こういう階層になったやつだってできるかも。そう、すごい奥の奥の奥に入っちゃった、グーで全部最後まで戻るみたいな。はい、で設定に戻ってきました。うん、で、今度ねカメラなんです。カメラもなんか変わったの。カメラで前面カメラを左右反転、これをオンにしますと、今までさ皆さん困ったことありません？私ね今日文字が書いてあるやつ着てますけど、これをさ写真撮るとこれが逆になっちゃうのとか、なんかこちらのこれ見てくださいとかやったら、うん、これ反対になっちゃうのね、はい、今まで。そうね、だけどこれで今日から写真撮るとここに入った時にちょっとヘリちゃんになるってあ、これがオフになってるのか。オフっていうか左右反転しているになってるから、しないにしたらいいんだ、はい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 、しないにするとこうなると。あ、すごい地味ですけど結構セルフィー撮る人にはいいかも。なるほどなるほど。この状態の時は反転してた方が見やすいじゃない、なんか、ああそれはそうだね、確かに。だけど撮った後に反転してくれるから便利。うん、でこれちなみにビデオでもいけるから、まあ、このねロゴとかね文字入ってますけど、これも撮った後に反転してくれると。で普通でしょ。うん、確かに自然自然。豆ですね。知らなかった。非常に豆知識でした、はい、そんな感じで、はい、今日の5つの iOS14 の Tips でした。はい、はい、勉強になりました、はい、ありがとうございます、はい、皆さんが好きな iOS14 の機能で、うん、今日触れなかったものとかあればぜひコメントでも教えてください。もしこの動画面白いと思っていただけたら、いいね、評価やチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。